FM2151 FM オペレータータイプ M 通称 OPM は1983年にヤマハが同社の MSX パソコン CX シリーズ用向けとして開発した4オペレーター同時発音数8音の FM 音源チップです。ヤマハが自社の特許技術である FM 音源を一つのチップに収めた、いわば初のワンチップ型 FM 音源である。初期のワンチップ型 FM 音源の中では最も高性能であり、当初はヤマハ製品以外で使われることを想定していなかった。翌年後述するアーケード基盤向けの外販にも道が開かれ、1985年頃から DX21 等のシンセサイザやパソコン向けの外販を開始する。1983年に 19,800 円で発売されたヤマハ製 MSX 専用シンセサイザー拡張ユニット SFG-01 はミディインターフェースを備えた FM 音楽拡張ユニットです。カートリッジにはステレオ、DAC-YM3012 と MKS-YM214 は含まれています。ヤマハが CX シリーズ用に開発した SFG 音源モジュールの第1弾です。 MSX での活用は残念ながらその時点では価格的にも主流にはならず、 YM2151 が天下を取るのはもう少し後年になってからです。また非常に高価なチップとして知られており、この価格は OPM はチップに5セットで売られ、単体でも原価は1000円ぐらいとのコメントもあり、 SFG-01 が 19,800 円だった。現在大人になった我々には想像できないが、チップ原価だけで5000円は非常に高価であり、 MSX やマスターシステムで安価な OPLL が主流となったことも納得ができる。セガの奥成氏と M2 の堀石のインタビューでいかに他のチップと比較し高コスト高性能だったことし、大人になった今だとわかるのは、アーケードで使われている FM 音源チップと、このマーク3用として6000円ぐらいで買える FM サウンドユニットのチップには、やはり雲泥の差があるんですよね。性能的にも、価格的にも、どんなに膨大なプログラムや技術力があっても、同じ音はならない、という事実を、大人になると知るんですけど。YM2151 無双はアーケードから始まる。マーブルマッドネスは1984年に YM2151 を搭載し、あたりゲームズが開発したアーケードゲームです。ゲーム史的にはマシン語やアセンブラではなく C 言語で開発された史上初のゲームであり、 BGM をモノラルではなくステレオで演奏した史上初のゲームです。時期的にはサラマンダの2年前であり、ファミコン発売の翌年にあたる。 FM 音源の採用はゲーム業界でも世界初である。2016年1月2日永眠されたアタリのオーディオ部門の中心人物だったブラッド・フラー氏の貴重なインタビューがある。非常に興味深い内容なので、ぜひオリジナルを読んでいただきたい。以下ポイントのみ抜粋です。アーケードでお名前が最初にクレジットされたゲームはマーブルマッドネスだと思います。フラー、同僚の R、ビッカーズがヤマハの FM 音源チップ YM2151 について研究していたんです。こういう製品があることを彼が発見し、あたりに独占使用を許諾してもらえるよう自分で手はずを整えました。でも使ったのはマーブルマッドネスが最初じゃないんですよ。実際にはペーパーボーイの方が先でした。なぜそちらが先に出なかったのかはよくわかりませんが、多分マーブルマッドネスの方が早く完成したんでしょう。この頃あたりでは新型音源チップを開発していましたが、それを押しのけてまで YM2151 を採用したのはなぜでしょうか。当時まだ非常に高価だったと思うのですが、フラー、集略、
YM2151 チップは格段に先進的だったので、それを考えれば価格は相応でした。 FM 音源は扱いの難しい音源だったと思いますが、当たりでは当初から YM2151 のポテンシャルを十分に引き出して音色や効果音を作り出していました。特にピーターパックラットの自然なホイッスルは衝撃的でした。 FM 音色のエディットはどういう環境でやっておられたのでしょうか。フラー、最初はヤマハ製の PC とそのソフトを使っていましたが、後には音色や効果音を制作できる PC 用のツールを自分で開発しました。当時日本のゲーム音楽については気にしておられましたか。日本のゲーム音楽はユニークです。ハーモニー進行の選び方もリズムも楽器編成もとにかく独特で、当時の日本人が作るゲームそのものと分かち難く結びついていました。あそこに純粋な西洋音楽をそのまま乗せてもきっとうまく噛み合わなかったに違いません。そんなところがとても不思議で興味をそそりましたね。その後セガとコナミが1985年に開発したアーケードゲーム基盤に YM2151 は採用され、国内メーカーに多く採用される。以前 PC エンジンの回でゲーメスト大賞を取り上げた。1986年から1991年まで当時入れ替わりの激しいアーケードゲーム業界において、 YM2151 は6年間もの長期にわたりナンバーワンであり続けた。1986年の採用率は 33%。 1987年前年発売されたアウトランに採用。これ以降セガの体感シリーズの主力音源として活躍する。またナムコのシステム1に採用、後年のシステム2にも採用される。本年の採用率は 70%。 1988年、この年は最も多くのゲームに採用される。またファミコン CP システムが YM2151 を搭載し同年発売される。この決定は YM2151 の長寿命化に大きく貢献することになる。本年の採用率は 82%。 1989年、この頃よりワルキューレの伝説に代表されるように併設された PCM 音源の性能が格段に上がる。これ以降 FM 音源は徐々にサブ的立ち位置にシフトしていく。本年の採用率は 80%。 1990年セガ G ロックに採用される。体感ゲームとしては最後の採用となり、これ以降システム32では OPN2 メガドライブ系統が採用される。本年の採用率は 78%。 1991年、もうそろそろ音源としての寿命の頃だと思われていた頃、とんでもないヒット作が生まれる。カプコン CP システムを利用したストリートファイター2。これにより大量の CP システムが製造される。本年の採用率は 73%。 CP システムソフトは採用される。 YM2151 は移り変わりの激しかった80年代90年代のアーケードゲーム業界において、11年間もの長きにわたってユーザーを楽しませた。時を戻そう。1985年、ヤマハ製シンセサイザー DX21、DX27 および DX100 に採用。また YPR789 などの低価格電子ピアノの一部にも採用された。家庭用においてはシャープ製 PC で採用される。1986年11月シャープ X1 ターボ Z 発売。 X1 の発売当時、シャープからは部品事業部、情報システム事業部が開発した MG シリーズがすでに発売されていた。 X1 と後述する X68000 はそれらとは異なり、栃木県矢板市のテレビ事業部が企画した製品である。そのため当
当時の一般的なパソコンとは一線を画するものになった。本作スーパーレイドッグやソーサリアンの YM2151 バージョンなど名作がいくつも存在する。1987年3月シャープ X68000 発売。特に X68000 は価格もさることながら、当時のパソコン少年、アーケード少年には憧れの存在だった。実売価格はなんと40万円。当初5年は戦えるスペックと言われていたが、X68000 における YM2151 と留守番電話用に開発されたLETCM 音源1チャンネル MSM6258 の組み合わせは、とんでもなく長く戦うことになる。前提として、90年前後からは PCM 音源や CD 音源が出てくるが、当時期ゲーム音楽の最先端はアーケードであり、前述の通り YM2151 が多く採用されている状況下において、移植作は X68000 と相性が良かった。 X68000 に採用されたサンプリング音の再生は ADTCM が1チャンネルのみで音階調節なしで打楽器ぐらいにしか使えませんでした。 X68000 にはこの問題を解決するDCM8 と呼ばれる8チャンネルリアルタイム音声出力を可能にするドライバーが存在しました。 DCM8 は割り込みを使用して発声リクエストのあった ADTCM を DCM に展開し、音量変化が指定されている場合は適切にデータを変化させ、 DCM を8成分足し合わせた後に再び DCM から ADTCM に変換してハードウェアに引き渡します。仕組みは簡単ですが、誰もこれがソフトウェアでできるとは思っていませんでした。 ADTCM と PCM の変換作業は非常に複雑な数式からなっており、常識で考えてリアルタイムで行うことは不可能だったのです。しかし DCM8 の作者の江藤博氏は、この変換式のほとんどを膨大なテーブル64K 以上に置き換えることで実現してしまったのです。これにより FM 音源8ちゃんと ADTCM 8ちゃんの計16ちゃんを置き換える、当時のパソコンでは圧倒的なサウンド能力を持つこととなる。 DCM8 作者の江藤氏は1993年3月13日、26歳の若さで不慮の事故で亡くなった。